私もみんなと一緒に作らせてもらった。なかなかの自信作だぞ。さあ食べてみてくれ。カタリナ殿も一緒に作ったのか。とても美味しそうね。いただくわ。私はまだ死にたくないから、カタリナの料理は遠慮しておくわね。え？おい、仮面の姉ちゃん、骨と建前が逆になってんぞ。なあなあ、リンゴはねえのか？おいら、やっぱりリンゴがねえと。お？リンゴなら、確かまだ食料庫に残っていたな。じゃあ、おいらちょっと取りに行ってくるぜ。Bさん、遅いですね。どうしたんでしょうか。今の悲鳴は、Bくん？一体何が？それがしか見てこよう。バンピー殿たちはこのままで。ビー君、さっきの悲鳴は。なんでもないぜ。ちょっとリンゴを落としちまってよ。なんだよ。おお、どうしたんですか？そんなに B さんを睨んで。ひ、さすがにおめえは騙せねえな。危ない、団長殿。 B 殿、団長殿を襲うとはどのような了見だ。そんなの倒すために決まってんだろ。オイラはおめえたちを倒して、オイラこそが最強だってことを全空に知らしめるんだ。そしてオイラが全空の王になる。どうしたのだビー殿。何か悪いものでも食べて。もしやカタリナ殿の料理で変に。どういう意味だ。それはその、私の口からは何とも。そういう優しさは犠牲者を増やすだけよ。はっきり言ってあげないと。あのカタリナの料理、おいしいですよね。バンピーちゃんは味の好き嫌いは人それぞれだと思いますので。ん？とにかく話は後だ。まずは B を捕まえて元に戻すぞ。これ以上変なことになったら手がつけられなくなるからな。一切承知した。はっ、オイラを捕まえるなんて、できるならやってみろよ。なんという力。ということは、あっちの B が偽物。いや、そうとも限らないわ。もしかしたら両方偽物の可能性も。それはありえるな。だがどうやって見分ければ、私たちには判断がつかないぞ。さすがオイラの相棒だぜ。オイラのことちゃんと分かってくれるんだな。間違いなくあっちが本物の B だと、そう言い切れるのか？なるほど。ではあっちの B が偽物ということね。B 殿の姿を真似て、それがしたちを襲うとはなんたる卑劣。
それがしが成敗してくれる。強すぎてあくびが出ちまうな。それがしの剣をいともたやすく避けるとは。今度はオイラから行くぜ。ついてこれるか。なんという重い打撃だ。このままではまずい。私たちも援護するぞ。みんな片付けない。どうしたどうした。こんなもんじゃねえだろう。やめろ、B 君の偽物め。一体どうしてこんなことを。だらだらやるのも飽きてきたな。少し本気を出すか。気持ち悪い。姿が変わったわ。みんな気をつけて。それじゃ、行くぜ。圧倒的なプレッシャーだ。何が何でもここで止めなければ。わかった。バンビーちゃんもやっちゃうんだから。おお、これで動けなくしたつもりかよ。一瞬でも動きを止められればそれで十分だ。みんな合わせろ。我が奥義お見せしよう。アイシクルナイル。この一刀を鼻向けとしよう。アマツ光神。バンビーちゃん本気だよ。ブラッキーリファイメント。これでとどめよ。術式解放、総符術、巨名戦。やったか。おいおい、本気出してこの程度なのかよ。だらしねえな。うにゃ、あれだけの攻撃を受けて無傷なんてありえねえだろう。反撃開始と。手加減したとはいえ今の一撃を防ぐなんてよ。だがこれで終わりだ。ダメー。なんだ。メーク。おう、ここがそれがしたちの世界とあまり変わらぬようだな。ああ、だがそんなことよりも今はあの B を捕まえないと。ええ、カタリナにフェリちゃんにジンさん。でもみんなはあそこで倒れて。ビー君、ビー君。いえ、
違いますね。あれはカタリナじゃありません。おい、ルリア！リコーン！つぶれろ！おいらつぶれちまう！お、カタリナ殿、やめるのだ。こちらのビー殿はそれほど丈夫ではない。心地に手触り、これは違う。私の知っているビー君ではない。これはビー君の偽物だ。ぐえ。さよう。そのビー殿はこちらのビー殿ゆえに解放してあげられ。ああ、しかしここまで似ているとはな。危うく騙されるところだった。私のB君は一体どこに？みんな、B君！やれやれ、ヘビーだぜ。まさかここまで追ってくるとはな。B君！待たれ、カタリナ殿！お主ら、すまぬが、それがしたちに力を貸してはくれるか。あのビー殿は何が何でも止めなければならぬのだ。うん、そうだ。というよりも、何をそんなに驚いておるのだ。だって、あんな風に姿が変わって。当然であろう、ビードのなのだからな。その、もしかしてなのだが、こちらのビードのは形が変わらぬのか。はい。なんと、まさかそのような違いがあるとは。いや、考えてみれば当然か。ルリア殿も。私は何なんですか？いや、何でもない。とにかく今はあのビードのを抑える方が先決だ。増兵どもがずいぶん盛り上がってるじゃねえか。まとめて相手してやるぜ。死にたい奴は順に並びな。